キリスだわ。バカ言えよ。私だ、ゆっくり霊夢だ。みんな疲れているのか、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近いい男見つかった？こういう人たちばかりであんまりろくな人いなかったんだぜ。本当にろくなやついないな。誰かいい男いないか？そんなマリサのためにクレシマタカトラを紹介するよ。よろしくだぜ。そいやメロンアームズ。本編でのクレシマ主任の行動とともに主任について雑談していくよ。そいそい。ユグドラシルコーポレーションの重役の息子。一人称は私またハオレ。年齢26歳。26歳で日本支社の実質トップでエリートすぎる。さすがクレシマ主任だ。第4話で初めて主人公のコウタと対面し、歯を向ける。圧倒し、戦意を喪失して逃げ去るコウタを無関心に眺めていた。この怖すぎる残虐の姿を見て、ちびっこから仮面ライダーメロンに追いかけられる夢を見たとも言われてるんだぜ。怖いんだけど仮面ライダーメロンって可愛いな。第9話ではその姿をコウタとミッチに目撃され、クリスマスゲームの原因を作った。また元軍人であるオーレンというイレギュラーな存在にドライバーが渡った時にはそれを危険視し指導を問い詰めている。オーレンを危惧しても実力で上回ってしまうあたりマジで強いんだぜ。後から触れるけど、主任は身体能力いかれてるからね。第11話ではヘルヘイムの森に入り込んだライダーたちを次々と倒していったが、竜玄と戦っている最中にインベスの暴走の連絡を受けたため、竜玄が弟であることに気がつかなかった。黒影が事情を知らずゲームの一環と思って攻撃してきたことで現場に間に合わず、外務会社の秘密を一部知られてしまう。捕まえたコウタとカイトの処遇についてベルトを取り上げ、メディカルチェックを済ませたら解放するとシドに話していた。ハセちゃんもメディカルチェックして欲しかったんだぜ。タイミングが合わなすぎたよね。まだ、二人にメディカルチェックするだけ、主任は優しいと考えるべきだね。二人に優しいのはいいが、勝手にクリスマスゲームの開催を許可したシドにはもう少し厳しくするべきなんだぜ。ミッチがライダーになったことも主任に報告してないしね。誰に対しても優しいところをうまく利用されてるんだぜ。会社に向かう車に弟が乗り込んでいたことに気づかず、重要ファイルの入ったパソコンをロックせずに会議室を離れたため、ミッチにさらなる秘密を知られてしまうことになる。ユグドラシルから脱走したコウタとカイトを監視カメラ映像で見つけた際、偶然映っていたミッチに気づき、初めて彼が仮面ライダー竜玄であったことを知ることになる。主任もだが、現実でも心優しい人って服とかのロックかけてない人多いんだぜ。私からしたらロックかけないの考えられないよ。霊夢の検索履歴なんかは絶対見せられないんだぜ。そんなことねえし。動揺しすぎなんだぜ。弟がライダーなのを黙っていたシドに激怒するもののミッチを叱ろうと馳せず、ヘルヘイムの森のある秘密を見せユグドラシル側への引き込みを図る。弟に甘すぎることで強さの整合性が取れてるんだぜ。だね、じゃないと作中一番の強さなのに真っ先に強化もらってて誰も太刀打ちできないからね。ほんとなんだぜ、視聴者のみんな。強化必要ないだろって思ったに違いないんだぜ。ぶっちゃけ、主任の残月神ならロシオ以外のオーバーロード全員倒せるんじゃない？主任ならいけそうなんだぜ。それどころかロシオから認められてさらに強化されそう。第19話にて変身前の姿で初めてコウタと面と向かって対話しヘルヘイムの真実を伝え、ユグドラシル及び自分の理念と目的を教え、コウタの行動に新たな選択肢を突きつけることになる。コウタもミッチも主任からヘルヘイムの真実を教えられるが、二人の理解力の差にちょっと笑ってしまったんだぜ。それに関しては、滅びた文明の遺跡を見て一瞬で理解できたミッチが凄すぎる気もするよ。ミッチは公表できないことも一瞬で理解してるくらいだからな。コウタの場合は事情を知った上で公表するべきと言ってて、二人の正反対な意見を聞いて主任はどう思ったんだぜ。もちろん主任は公表すれば世界中がパニックになるから反対するんだけど、心の底では嬉しかったんじゃないかな。主任自身が本当に望む理想の考えにコウタが一番近いからね。実際にライターのウロブチさんは主任をコウタと同じ理想を持つが挫折した男としているから、そういう思いもあったかもしれないんだぜ。コウタにユウヤがインベスト化した映像を見せコウタが知らず彼を殺した事実を突きつけ、もう戦う意志を失ったと見て返したが、サガラの助言により彼は再び奮起し、スカラーシステムを破壊されるという結果を招いてしまった。ただし主人公新フォームに勝ちそうになる。試合に勝って勝負に負けた感じだね。その強すぎる伝説のせいで、仮面ライダー滅びが令和の残月って言われてたんだぜ。どっちも初期フォームでも超強かったね。まるで立花さんみたいだよ。それはなんかちょっと違う気がするんだぜ。何言ってんだふざけるな。
ヘルヘイムの森で社員を襲ったデイム氏と対戦した際にコウタと共闘したことで彼を認め、オーバーロードインベスの存在を知ったことで新たな希望を抱き、これまでの方針を転換しようとする。リョウマラがオーバーロードの存在を知らないと思い込み、彼らの渋い顔にも気づかずに嬉しそうに説明。その後オーバーロードの捜索時にシグルド、マリカ、デュークに裏切られて崖の下へと転落してしまった。せっかく、新たな希望が見えたと思ったら、三人がかりで裏切られてしまったんだぜ。しかも、不意打ちだからね、ゲネシスライダー神人がかりで不意打ちしないと勝てない主任の方が異常だね。人を見る目も異常なんだぜ。ついでに裏切られてるのを見ている弟は自分の姿で悪霊を働くという。強くて優しくてかっこいいのに人を見る目だけが突き抜けて低いんだよね。まあ、周りが悪すぎるのもあるんだぜ。崖から落下し、奇跡的に生存していた彼はオーバーロードロシオと遭遇。ロシオに怪我の手当てをしてもらった彼は、レデュエの拾った戦国ドライバーを受け取り、リョウマたちですら知らなかったヘルヘイムの森の真実を知る。さらに目の前でシドがロシオに殺されるのを目の当たりにする。ここでフェムシンムが滅びた理由がわかるんだぜ。森の侵食ではなく、果実に選ばれたロシオが力あるもののみ選別して力を分け与えて助けた結果、力を与えられた者同士で争いが起きてほとんどのフェムシンムが亡くなったんだね。生き残ってるオーバーロードにろくな奴がいないから、大体察しはつくんだぜ。さらに解釈を広げると、これはプロジェクトアークの結末を予期しているという考えもあるよ。そう考えると、主任とロシオの二人は人類の長として非常に近いことをしようとしてたんだぜ。そうだね、選ばれた人間全員が主任のように優しい心を持っていればプロジェクトは成功するかもしれないけど、この時点でドライバー持ってる奴の半分は全く優しさなんてないからね。ロシオもレデュエとデイム氏を選んでるあたり、主任同様人を見る目がなさそうなんだぜ。ロシオから解放され町の被害を確認した後、コウタに事情を聞こうと接触しようとするが、そこでようやくミッチの本性をコウタと共に知ることになる。そして、暴走した弟を止めるために戦国ドライバーとメロンロックシードを取り、残月へと変身。弟の変身する残月神ニセと戦った。とどめを刺そうとした瞬間、弟との思い出が脳裏をよぎり、ためらった隙にベルトとロックシードを破壊され海へと転落、そのまま行方不明となってしまう。クレシマ兄弟の戦闘はお互いの思いをぶつけて戦う維新だが、主任強すぎてそっちばかり気になってしまうんだぜ。ほんとだね。ちなみに両者のスペックはこんな感じだよ。1.4 倍ほどのスペック差があるのに互角以上に戦えてるのはすごいんだぜ。しかもミッチは目くらましなどの卑怯な手も使うから、主任にはかなりハンデがあるよ。こんだけ強くて優しいのに実の弟に直接やられるなんて。主任が28話で一旦みんなの前から姿を消した以降は、ユグドラシル勢の勝手やオーバーロードとの本格的な争いが激化して黒ミッチ化が激しかったからね。ミッチが完全に黒になったのはオーバーロードについたからで、オーバーロードについたのはシドに協力したことが原因で、シドが裏切ったのは主任が倒されたからという悪循環が起きてるんだぜ。主任が超強くて最強だったから、みんなおとなしくしてたけどいなくなったら暴れ出したということだね。6年生がいない時の5年生と同じだぜ。ところで、ミッチは主任を殺す気でいたが、主任はミッチを殺す気でいたんだぜ。どうだろう？一応、お前はここで終わると言って変身したから殺すまではいかないけど二度と変身できないくらいの重傷にするつもりだったんじゃないかな。戦闘描写ではベルトに攻撃を当てているような描写もあったから、ミッチ自身の再起不能またはベルト破壊が目的だったと思うよ。確かに戦闘中にもミッチに問いかけをして説得をしているから、主任は殺す気がなかったと思うんだぜ。そうだね、ただ、ノブレス・オブリージュの精神をミッチが否定した時は怒りをあらわにしていたけどね。ミッチも序盤はその精神からあらゆる脅威を秘密にしていたけど、気づけば秘密を守ることだけに囚われてその精神を失っていったんだぜ。主任からすると、伝えたかったことは否定されて、力ずくでも弟を止めることができなかったという最悪の展開になってしまったね。でも、まだミッチを止められる男はいるんだぜ。38話ではミッチの見た幻覚として登場。ことあるごとに幻影として現れ、姿を消してもなお、ミッチの心に救う呪縛として彼を苦しめ続けた。正直、放送当時は幻影として出てきたから、もう主任自身は亡くなってしまったと思ってたんだぜ。一回、崖から落とされているから次こそは復活しないと思った人は多いと思うよ。当時は生きてるのか気になって早く次の週が来ないかと楽しみにしてたんだぜ。海に転落した後、沖合に流されていた際に救出されたが、漂流による脳のダメージが大きく回復は絶望的であった。しかし夢の中でコウタと再会し、地球がヘルヘイムの侵略を免れ、全てが終わったことを知る。そしてコウタに、今の自分が許せないなら、新しい自分に変わればいいと三つ種に伝えてほしい。そのためにあんた自身も生まれ変わってくれという願いを託され、その思いに応えるかのように目を覚ましたのだった。
本編での説明は以上だよ。私的に、主任が生きていてくれたおかげで、カイトの強くて優しい奴から死んでいったという考えが否定できたことがすごいと思ったんだぜ。そうだね、しかも生きててくれたおかげで映画、外伝、小説、ライブ、舞台まで出てるからね。おかげで2020年でもガイムは多くの方々から愛されているよ。主任はガイムという作品を長年愛される作品にした立役者なんだぜ。さすがクレシマ主任だ。最後にメロンの花言葉だけ紹介するんだぜ。花言葉は豊富、潤沢、裕福なんだぜ。人を見る目以外完璧な主任に合ってる気がするよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。